物語思考とは何かこの本で目指しているのは「物語思考」という考え方を使って頭の枷を取り外し自分のキャラを作ることで行動しやすくして今を充実させるというものですでは一体、物語思考とは何でしょうか一言で言うと 自分の理想通りに人生を過ごすためにはいっそひつの物語を作るように考えたほうがいいよということです自分を主人公にして物語を進めるように人生を送ることこれが物語思考です若干うさんくさいというか気持ち悪い自己啓発本のように見えてしまうかもしれませんが身も蓋もないことを言うと 自分を客観視しやすい状態にしておいた方が本質的な対策を打ちやすいということですみんなやりたいことがないと悩んでいたり仲間が見つからないという障害があったりチャレンジするのが怖いという不安を持っていたりしますよねでも物語思考で考えるだけでいい意味で一言感が出て 多くのことを楽しみながらクリアしていけるようになりますチャレンジや失敗は普通に考えると怖いものです明日から突然海外に行って働くとなったらものすごく怖いそれよりはある程度の不満があったとしても現状維持の方が安心ですよねでも物語思考だとチャレンジや失敗をしない方がリスクになります なぜなら何も起きない人生は物語として全然面白くないからです主人公が今いる町から出ようとしなかったら何の冒険も始まりません仲間も増えないしただのつまらない日常が流れていくだけになりますつまり物語思考とはイメージとして小説を書くみたいな感じに近いです 自分という主人公のなりたい姿を決め、キャラを設定します。それから、キャラが生きる環境を作って、物語をこわがしていきます。自分を物語のキャラとして扱うことで、人ごと化して客観的に見ていくことができます。自分自身のことだと怖くてたまらないことでも、自分が書く物語のキャラに過ぎないと思うと、あ、 こここでうういいい行動をさせた方がいいなととかかが分かったりする、ということで「す。と言っても人生を物語のように考えよう」と言われてもどうしたらいいかわかんないよとなると思うんですがその方法をくどいほど説明していくのが本書です。